毎度毎度、今週末が、代表ウィークだったということで、いつもと違ってもうちょっとゆっくり、関西で過ごすことができたんですけども、明日のフットチューズデーに向かって、これから新幹線に乗って、東京に戻ります。明日のフットですけども、イングランド対スロバキアのワールドカップ予選についてちょっとお話ししますし、そして、この前、飲酒運転の事件に巻き込まれたウェイン・ルーニーについて、そのキャリアをゆっくり、野村さんと一緒に振り返る予定です。そして、移籍マーケットも終了したので、それについての振り返りもありますし、それから、プレミアリーグに昇格して、2勝1分けでまだ無失点のハダスフィールドについてちょっと特集します。じゃあ明日 J スポーツ2で、夜10時からぜひご覧ください。